はい、チケット買った。え、本当？嬉しい。早い。タイ行ってらっしゃいだって、一緒に行こうよ。チケットゲットした。嬉しい。タイでライブがあります。ぜひ皆さん来てください。2月にあるので、ぜひ。またね、日にちがあるので予定を立てて、まだわかんないって方もね、まあぜひ待ってます。なんかライブがあります、タイで。うん。いつ出発なのだってわかりません。海外行くと骨折ってしまうからやめとくだって。え、なんで来てよ。今回はね、折らないように私がお祈りするので。はい、があります。ぜひ皆さんタイに来てね。京香ちゃんへの手紙笑いました。え、笑うとこありました？そう、私今日の京香ちゃんの生誕祭でお手紙を書かせていただきました。うん、よかった。今日の2時ぐらいまで書いてた。あって書かなきゃって思って、今日の2時ぐらいに提出しました。だからほやほやの手紙なので、ぜひ皆さんオンデマンドでもぜひぜひ見てください。スペインに出張中ですが、ビジ見に来ました。タイに行くのだって行く。来てね、待ってます。タイに行きたいだって待ってます。ぜひぜひ。タイといえばなんだろうだって。タイといえばなんだろう。めでたい。あら、弟住んでるからよろしくだって。え、弟じゃ待ってる、呼んどいて。弟タイのファン釣ってきてだって。釣りたい。水着になるしかないんだって。なんで、なんでそんな水着見たいんですか、私のね。まあ、水着しましたけど、シュープレさんでやらせていただきましたけど、うん、タイのバンコクで
行かせていただきます。あくびしすぎ、そうなの、もうそういう病気なんだよね、あくびが出ちゃう。うん、時差ボケだね、そう。時差ボケなんです。なんて呼ばれるのが一番好きですか？小田エリナ様かな。エリナ様。2月の初めらへん、多分4になんかイベントのチケットが発売されてるので、ぜひそちらへよろしくお願いします。伊東純也選手のインスタにいいねしたね、だってした。なんかサッカー選手の方々のインスタがなんかフォローしてないのに出てくるんですよ。それでいいねしたんかも。なんかさ、自分のフォローしてない方もさ出てくるやん、インスタ。なんで？待って、髪の毛食べてるかも。本当だ。あ、日本は本当にご飯が美味しいっていうツイートにいいねしてるわ。ちょっと口薄いでいこうよ。え、そう、ツイッターもさフォローしてない方とか出てくるじゃん。なんで？でも三笘選手がフォローしました。三笘選手はちょっとこれからの成り行きが気になって、あの、いいねも監視されるのね、だってね、ここで、うん、ね、間違えていいねして後で気づくことよくある。あ、そう、なんかさ、昔インスタをチームメイトのメンバーで始めて、みんなで、で私本当にインスタの使い方があんま分かんなくて、なんかさ、もうボタン一つでフォローとかじゃん。そう、間違えていいねとかしちゃうの。なんかさ、だから本当になんか普通に関連動画とかで見た人をフォローしちゃってて、私が全然知らない人だけどフォローしちゃってて、でもちょっとその人が有名だったっぽくて、でそれでなんか、それでストーリーとかであんじゃん、ストーリーとか見てたら、流れて見てたら、えって、なんか AKB の小田エリナさんにフォローされたみたいな感じでストーリーで書いてて、えって、え、誰って思って、で見たら私本当にフォローしてて、その人、えって思って、
すぐフォロー外したんだけど、そうめちゃ気まぜっとでした。うん、そう知らない間にフォローしちゃって、ね、間違ってフォローしちゃって、なんかさ喜んでもらっちゃったらすごい気まずいよね。そうだから、そうなんかフォローボタンをさもっとなんか頑丈な感じにしてほしい。なんか3タップぐらい、うん、なんか3タップぐらいのやつにしてほしい。うん、カーテン変えました。変えた。なんか変わってた。うん。タイかマジカルって来てね。メンバー内でもフォローしている人とフォローしてない人がいるだって。そう、それはね、私はでも自分からはフォローしないかな。私はあのすごい絡みがあすごくあったりしたらフォローするけど、まあ、私はフォローされたらフォローを返すタイプかな。うん、渡辺直美さんいいよ。だって渡辺直美さん今 YouTube で配信してる。なんかさっき私なんか YouTube 見てたら配信予定って書いてあって、えーって、なんか夜ご飯を食べる回みたいな。そうちょっと見たいなって思った。タイってあのタイだって。そう、タイ、国、シティ、バンコク。うん、タイ楽しかった。食べ物が美味しい。あ、そうなんだ。食べたい。
と何回ショルーム中にあくびするでしょうなんてやば、数えようとしてる。バンコクにも日本のラーメン屋さんたくさんある。あ、そうなんだ。ラーメンって日本発祥なのかな。ヌードル。 AKB の春コンとエイトコン申し込みました、ありがとう。の決勝見ますか。え、見たい見たいです。明日の0時。明日、え、明日って何、もう数時間後ってこと。調べよう。違う。ああなるほどね。18日が終わった時か。27時間後。なるほど。見たい。お便りの優勝予想はクロアチアです。間違えた、アルゼンチンですアルゼンチンが優勝だと思います。メッシ、うん、エリちゃん飯推し。そう、私飯推しなの。今行ってみたいところは、ポケモンセンターでぬいぐるみ欲しいかな。今日深夜 NHK E テレで趣味時やるね。あ、そうなんだ。見てね、みんな見てください。海外行くと日本食って恋しくなる。だってなるね、やっぱ日本のご飯は食べたいって思いますね、海外行くと。うん、日本のご飯。おいしい。
お米は日本が最高ですね。だってうん、もう日本のお米美味しい。でもさ、お米ってさ、昨日なんかの昨日番組で見たんだよね。なんか小学5年生より賢いのって番組で、日本の生産お米の生産量は日本が一番かどうかみたいな。え、私それすごい気になってたけど、その答え見なかったんだよ。中国だったんだ。まあ、広いからね、中国面積が大きいから。そうなんだ。タイ米はあの細長いよね。こういうこんな感じ。日本のお米がこういうこんなんだとしたら、タイ米はこんな感じ。タイ米はパエリア作るのに向いています。エビちゃんもいつかパエリア作ってみてね。わかった。外羽根かわいすぎる。だって本当に嬉しい。久しぶりにこの長さの外羽根。どうですか。素敵だって。ありがとう。お代理っぽい髪型。感謝感謝。やったぜ。ね、昔っぽいよね。昔、タワーだ。慎吾、慎吾さんがタワーを建ててくれました。ありがとうございます。なんで慎吾さん。じゃあみんなで慎吾さんにお礼言いましょう。慎吾さん、ありがたわー、ありがたわー、ありがとうございます。慎吾さん、なんでだろう、なんでたわ。外羽根かわいいだって。嬉しい、ありがとうございます。外羽根かわいいから、外羽根かわいいって。ありがとうございます。やった。外羽根でよかった。ほんと羽でよかった。京香ちゃん生誕祭行ってきました。だって、お手紙書きました。かわいい。次音楽番組見てるときも外羽根にしようかな。お手紙ってオファーがあるんですか？あります。でもひななはオファーがないけど、私の生誕祭に手紙書いてくれました。
そう、頼まれてないけど書いてくれたひなな。えりちゃん音楽番組ですぐ探すよ。え、ありがとう、優しい。手紙ね、難しいですよね。でも書くの、その人のことを思ったらさ、いろいろ書きたいこともいっぱいあるしさ、話の流れとかも考えたらいろんな無限に浮かんでくるから、めっちゃね考えますね。だからいつもギリギリになっちゃう。タイ行くよ、来てね。もぐもぐ配信またしてほしいだって。え、分かった。なんかね、ファンのすごい昔に応援してくれてたファンの人がいて、最近また久しぶりに私の何かいろいろ見るようになった人がね、この前お話し会に来たんだけど、最近お便りの切り抜き見てるって言われて、でも切り抜き見たらずっとなんか見る動画ほぼハンバーガー食べてるって言われたハンバーガー好きなのって聞かれたけど、確かに私ハンバーガー食べて配信すること多いなって思って、そうそう、ハンバーガー率高い。なんか食べてる、なんかハンバーガー食べてる時に配信しちゃうんだよね。なんかハンバーガーを、そう、ハンバーガー食べてる時配信しちゃいがちなの、なんか、うん、そう、すっごいね食べるの難しいし、配信にめっちゃ向いてないのにハンバーガー食べる時に配信しちゃうんです。うん、ね、なんでだろう。ハンバーガーのコスプレやろ何それ、そんなあんの。モーリーさんでひーちゃんにアイドル初のげんこつしたのおもろかったそれひーちゃんね、仲いいんで、私はげんこつも何でもしちゃいますよ。最近シュガーナイトずっと聴いてるだって、え、嬉しい。シュガーナイトはさ、私のソロの歌声が初めて収録された楽曲だから、いっぱい聴いてほしい。
歌唱力頑張ってほしいんだって。頑張ります。エリちゃん参加してる曲でエリナちゃんの歌声探すの好き。そう、嬉しい。でも私の歌声ってマジで分かりやすいっぽくて、そう、でも自分でも、私は自分の歌声だから分かりやすいって思うんだけど、そう、でもみんなに、そう、あ、ここはここ歌ってるでしょみたいな、そう、結構分かりやすいっぽくて、ぜひ皆さんもいろいろ見つけてみてください。うん、なんだろう、私って歌が多分上手いとかよりかは声が特徴的で、なんか聞き取りやすいのかなって思うのかな。私どうなんだろう、歌が上手いってよりかは多分声が特徴的だから、そう、上手いとかって言われるのかも、私は。うん、なるちゃんがユニット名を悩んでたって。え、悩んでくれてるの？何がいいんだろう、なるみさん。うん、お友達とかにも歌上手って言われてなかった。あんま歌、人前でさ歌う機会とかあんまなかったからあれだけど、うん、歌を褒められることあんまなかった。だって友達とカラオケとかも、まあ、行ってたけど、そんな、うん、普通でしたね。AK ビンゴから、そう、 AK ビンゴからたくさんの方に注目してもらえるようになりました。一人カラオケしたことありますよ。この前もあの FNS の空き時間で一人カラオケしに行きました。一人カラオケめっちゃ好き。まあその時は、おととい FNS の時はあの歌唱力で何歌おうかなってちゃんと歌って確かめたいから、まあ、それを確認しに行くっていうのもあったけど、うん、友達とカラオケ行かないね、あんまり。うーん、まず、なんだろう、カラオケ、友達とカラオケ行かない。行ったこともあるけど、カラオケ行こうとはならない。
高校時代はめっちゃ学校帰りとかにカラオケとか行ったりしたけどね。カラオケ行ったり、どこ何して遊んだか、ラーメン食べに行ったり、何遊園地行ったりした。うん、人からします。制服ディズニーね、やったことないんですよ私。やってみたいちょっともう、そうちょっとね、早くやんなきゃさ、年がちょっとあれなになっちゃうので、制服ディズニーやってみたいんです。制服ディズニー本当にしたくて、学生の時できなかったので、そうちょっと早くやりたい制服ディズニー。そうまだ自分はいけると思ってる。なんかまださ、だってさ、制服でディズニーランド行ってさ、ちょまだギリギリセーフ、うん、かなって思ってる。うん、ちょっと制服ディズニーしたい。ちゃんごめんやめなよ。だってでもさ、ディズニーでさ誰も見てないじゃん、周りのこと。そんなだから自分制服で行っちゃダメなのかな、そういう規則あるかな。だから制服で行きたい。制服ディズニーするのが夢です。誰と制服ディズニーするの？誰でもいい、マジで。結構誰といても楽しめる、ディズニーだったら夢の国だから。だから行きたい人よろしくお願いします。あ、かっこメンバーなど、うん、シートランドどっちが好き？どっちも好きなんですけど、私はあのスペースマウンテンがめっちゃ好きなんだけど、まあ、やってないじゃないですか今。やってるか、もうすぐやらなくなるんだっけ。もうすぐやらなくなるから次行くならランドがいいです。うん、
ペースマウンテンめっちゃ好き、大好き、めっちゃ。シーとランドどんな違いがあるの？え、あのね、乗り物とかが結構違ったり、街並みとかが違う。うん、街並み、街とかが違います。でもなんか大まかに言うと、ランドが子供向きでシーが大人向きってよく言われてるかな。うん、私はディズニーのキャラクターはおジャスミン様が好きです。おジャスミン様、なんか私幼稚の時にアラジンの劇だったんですけど、私おジャスミン様役だったんですけど、おジャスミン様のどこが好きかって、なんか最初はね、やっぱちっちゃい時はドレス着た可愛い可愛いって感じのプリンセスがいいなっても思ってたんですけど、まあ、大人になって、おジャスミン様、あのアラジンの実写の映画を見て、ズボンなんですよ、おジャスミン様って。だから私はそんな特別な気持ちを抱いてなかったんだけど、でも私は幼稚園の時におジャスミン様の役をしたから、ずっとおジャスミン様がプリンセスの中で一番好きって思ったんだけど、そのアラジンの映画を見た時に、おジャスミン様はなんかプリンセスってさ、なんか自分の力じゃなくて、なんか周りに引き立てられて、なんかプリンセスとして生きるみたいな、なんか周りがいろいろしてくれるからお姫様っていうイメージだったんですよ。でもジャスミン様は違くて、まあ、自分で切り開くみたいな、自分の力で道を切り開くみたいな感じで、めっちゃさすがおジャスミン様って思って、そう、それがめっちゃ良くて、そう、ジャスミン様は自分の意思でこう思ったからこう生きるみたいな、そう感じだから、めっちゃ良くて、やっぱ私はおジャスミン様って思いました。だから最終的になんか男の人が国の王になるんじゃなくて、なんかおジャスミン様が国を治める人になったんだよね。私が国を、ま、なんか私が国を守るみたいな、そう、だから王様に、王様っていう言い方なのかな、なんかおジャスミン様が、そう、女王様になったの。でアラジンはアラジンのまま、そう、だからその話がめっちゃ良くて、映画2回見に行きました。私2回見た映画は、見に行った映画はおジャスミン様、アラジンと君の名は、うん、だからアラジンまた見たい。でスラムダンクめっちゃ見たいんですよ。スラムダンクも見たい。よく映画館で映画見る？だってすっごいいっぱい見ないけど、うん、見ますね。この前見た映画何だったかな、忘れちゃった。なんか見た。
限りより愛を込めて、え、それめっちゃいいんだよね、見たい。スラムダンクも見たいし、すすめの戸締まりも見たいし、見たいな。ドラマのサイレント見たい、見たいって。もう終わっちゃったよね。一回も見てないけど見たい。来週最終回？あ、そうなんだ。まだ最終回じゃないんだ。来週か。じゃあ間に合うかな、まだ。まだ間に合うかな。この冬ドラマ豊作だった。え、それな、なんかさ、すごい話題になったドラマいっぱいあったよね。サイレントの本予約したらって。え、本とかあんの？家では何してることが多い？寝てることが多いです。サイレント見たいな。絶対面白いもん。泣ける。大河ドラマもして終わっちゃう。え、鎌倉殿？鎌倉殿かな。鎌倉殿と13人の恋人たち。鎌倉殿と13人の恋人たち、違うか、鎌倉殿と13人、鎌倉殿、あ、鎌倉殿の13人か。サイレントってどんな話だっていう、まあ、全く見てないから全くわからないです。私の予想は、多分高校生の時にある恋人がいて付き合ってたけど、まあもう別れて社会人になって、女の人が久しぶりに会った元彼の男の子を見て、久しぶりって声かけたけど、お前うるさいんだよって手話でやられて、たらその男の子は耳が聞こえなくなってて、手話で全部伝えられて、えってなって、で女の人は気になって、どうしたんだって思って気になって、で男の人はまあいろいろ話してみたいな感じで、どんどんいろいろな感じになっていく。うん、予想が微妙に当たるんよね、だって。え、ほんと？めっちゃ知ってるじゃん、見てるじゃん、だって。え、ガチ？これ合ってる？なんかさ、あのキャプガとか
は見るんよ。なんかだからそれでそうネタバレやめてだって。え、ごめんごめん、わかんないけど予想ですよこれ。ほぼ当たってる。え、すご。ほぼ1話のあらすじ。え、やば。脚本予想ではなくそのまんまだって。マジで、すごっ。でもそうとしか思えないよね。でしか始まりが思えない。小説書け、小学生とか中学生の時妄想しかしてなくて、本当現実の世界から離れてたから頭の中がマジで。だからそう話とかずっと自分の頭の中の作り話で生きてきたから、あの作り話を頭で妄想しながら生きてきたから、うん。そう、国語の偏差値めっちゃすごかったから私多分塾に通い始めてどんどん偏差値落ちてった。そう、私だって本当マジで一番塾に入って一番最初のテストの時偏差値60とか超えてたんですよ国語。そうだけどもう通ってってもうどん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 下がってってやばかった。もう40とか、うん、そうだから人に教えられるより自分で考える方が向いてる、向いてるちょっと分かんないんですけど、そう、まあ、そんな、うん、自分で考える方が、うん、塾が悪いよねだって。え、塾に通って本当にバカになりました。なんか塾に通う前は、まあ、ちょっとできないって感じだったけど塾に通い始めてからマジでできないでも塾に行ったら友達行って楽しいから塾に行ってました。うん、まあいろいろありましたけどね、うん、塾とかでもなんかすごい
か塾ではなんか消しゴムとか細かくしたのとか背中に投げられたりすると時期もあったり、陰口とか、なんか私ボーダーのニットとかボーダーのなんかセーターを着てキャラクターものの靴下を履いて塾に行ったら、塾は靴下、靴を脱ぐ塾だったんですよ。でボーダーのニット着てキャラクターものの靴下を履いてたら、後ろからなんか泡だみたいな、ダッサみたいな、えって、あの服にあの靴下みたいな聞こえてきたり、別にいいじゃんって、えって、えそんなことも言うんだって思ったり、治安どうなってんだよ。そうそう、でもどんな扱いされそう、でもでも最終的にはみんな、そう塾辞めたいとか思わなかったの。だから夏期講習とか行ってない時もありました。そうでもなんか続けてたんです。一人すっごい仲いい子がいて、そう、その子と喋りたいからずっと通ってました。うん、私も同じことあったな、だって。そう、でも最終的には皆さん、みんな仲良くなりました。うん、あと、本当にいいの、私本当にムカついたのが、なんか私一番前の席だったんですよ。なんか頭いいクラスと、あんそうじゃないクラスがあって、頭がいい子と A クラスと S クラスっていうのがあって、私は A だったんですよ。 S は勉強ができる子たちで、私は A だったんですけど、で A クラスの人たちが前に座って S クラスが後ろに座る授業があったんですよ。でその時私一番前の席だったのね。でも私本当に授業本当にあんまり分かんなかったから、勉強が、先生とかがじゃあこの問題どうですかみたいな言うじゃん。でじゃあこの問題合ってた人みたいな感じで手を挙げて、え逆にあ分かんなかったなって人って言うと、私正直に手を挙げたの、分かんなかったって時に一人だけだったわけ、また分かんなかったって時に、そしたら S クラスの人がこんなのも分かんねえのかよみたいな感じで言って、えそれは普通にムカつきました。なんかえって、えそう普通にこんなのも分かんねえのかみたいな、 S クラスの、まあ、男の子なんですけど、本当にムカついた、その男の子に。そう、え、わかんない、そう、え、わかんないの悪いですかって思いましたけど、私はその時はめっちゃ怖くて、一番前の席だったから何も、今だったらえ、今なんて言いましたとかって言えるけど、そう大人になったからね、えって今なんて言いましたって言ってできるよ今なら。でもその時はもう本当はぁって、もう手挙げなければよかったって、そう、そう、まあそんな塾でした、うん、でもこれはね多分中学生あるあるだと思う、うん、そういう男子っているじゃないですか、なんかそういうそういう生徒いるあるあるです、うん、
中学生っていろいろそういうのね、なんか流行るじゃん、なんかそういう謎の、まあ、そういう中学生あるあるなんですよ。大人になったらそんな気にならないので、ちょっと中学生高校生若い皆さん、今をね強く生きて大人になったら頑張りましょう。そう、大人はでも大人も大人で信用ならない人は多くいますが、人の心につけ込んで人を利用したがる人や心が汚れた忖度の世界にまみれた方々もたくさんいますが、そう、まあ、救ってくれる人はたくさんいます。子どもの皆さん、明るい未来を応援してます。やばい、私めっちゃ長時間配信してるかも今日。明日までに覚えなきゃいけないことあるから、やばい、そろそろやめなきゃ。なので皆さん、今日の配信は見てくれてありがとうございました。では最後におランキング読みます。いきます。13位、秋門太郎。12位、五明先生。11位、ションタとエリナ様しか勝たん。10位、直樹。9位、ひとくまさとる。8位、マーアットおだし。7位、美穂。6位、中。5位、クマティ。4位、白地アットオーディエ神押し。3位、マカシアとおだし。2位、みやちゃん。そして1位は信号。ありがとうございました。では皆さん、本日の配信見てくれてありがとうございました。また明日。バイバイ。